はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、クジラ様の方の、アップデートでですね、結構大型なアップデートがありまして、術式が、まあかなり追加されたんですよ。でもですね、ちょっと残念ながら、あのね、まあ先にちょっと言っておくんですけど、あの、まあ防具が追加されてるんですけど、これ、裏埋めの、まあ術式が追加されてるはずなんですけど、わかんない。僕の勘違いなのかな？あの、ヒコリ呪法が追加されてるはずなんだけど、ヒコリ呪法が多分ここにない。わかんない。見逃してるだけかな、これ。え、待って、ほんとにちょっと待って。しっかり見よう。これ、ヒコリ呪法って、ないよね。ないよね、これ。多分、ヒコリ呪法、こんな文字じゃないもんね。え、違うよね。ちょっとね、裏埋のヒコリ呪法が一応クジラ様の方で紹介があって、で、あったあったぞ、みんな。じゃあ今日紹介もできるぞ。よかった。ずーっとこっち探してて、ずーっとなんか裏埋のヒコリ呪法がないなーと思ってたんだけど、あったあった。じゃあ今回よかった。こちら、ヒコリ呪法とこちら、はい、メイメイの術式が、追加されたので、今回そちらの紹介をしていきたいなと思います。あー、よかったわ。はい、よかったわ。まずじゃあ、メイメイのから行こうか。はい、メイメイこちらですね。一応もうレベルマックスになって、あれ？あ、すいません。え、あれ？ヒコリ？え、なんでヒコリ呪法達成したの？僕今。あれ？え、メイメイじゃなかった今。あれ？ちょっと待って。あれ？え？ちょっと待って。え？はい。ヒコリ呪法、あー、こっちはできる。メイメイまあいいや、まあ、ちょっとメイメイも追加されております。はい、メイメイちょっと後でちょっと改めてちょっとワールドを入り直そうということで、ちょっとやっていくんですけど、まずですね、何からいこうかな。一応ね、この裏埋めなんですけど、これ言っちゃっていいのか。でも多分ネタバレにはならんか。これは別に一応もうアニメの方でも言ってるし。もともとというかね、まあ、ゲトースグルについてたんだけど、ちょっと怪しい動きがあってね。なんかまあ、スクナッチにね、いたり、あ、ちょっと分かった分かった。ごめん。まずね、これだ。レベルを多分70ぐらいにして、こうすれば多分、これで多分、後で大丈夫じゃないかな。うん。で、これでもう、行こう。で、ちょっとずっと動いちゃいますけど、お許しください。で、この裏埋めなんですけど、技としては、まあ、どんなキャラクターにしようかな。とりあえず、有効モブとかなんか分かりやすい、豚さんだね。はい。豚さんだ。はい。豚さんに、まあ、氷結っていう技があるんですけど、これをね、はい、使います。ほい。氷結オンにして、右クリック。はい。このように。豚さんが凍らせることができるんですよ。で、この凍ってる豚さんに一発パンチすると、このように見てよ、これハートの数やばいでしょ。かなりえぐい感じになっておりますね。もう一回氷結オンにして、はい、このように凍らせる。で、殴るとすごい体力ゲージが減る。だから他のキャラでできんのかな、これ。ちょっとわかんないから、ちょっとやってみよう。ミゲルやりてー。誰がいい？ナナミンとか、なんかもしかしたら呪霊じゃないとダメっていう可能性もあるので。じゃあ、まあ、口先女とかやってみる？口先女にいけるかな？いきます。これ！さあ、こっから？はい！あ！これはダメか。パリーンとは割れないか。なるほど。こういう感じで、まあでも動けなくさせること。割れたらやったぞ！つえー！ちなみに、これね、クジラさん曰く最強術式らしいです、現在。マインクラフトの中で。大型アップできて、とんでもない、これちょっと修正が入るんじゃないかレベルの、なんか強さらしいです、これ。これで、氷を割れば、まさか、これ、どうやって割るんだっけ？何回かやってれば割れんのかな？これ。これで、ちょっと待って、これさ、イタドリくん出したら、あ、しかもこれ、低数ダメージずっと入ってる。やば、強くね？で、これ、動けないでしょ？ほら、動けないよ！やば！待って、めちゃんこ強いぞ、これ、確かに。え？低数ダメージもかなりの低数ダメージ入って、で、しかも動けないと。はー、これは確かに強いな。で、しかもまた、
やろうと思えばまたすぐ凍らせられるわけでしょ、これ僕がサバイバルだったら、ダコンに対して。で今ねこれ普通に、まあ、オンにして右クリックでダメージ与えるって技なんですけど、他にも技があって、その技が強いのよ。はい、ということで、これさ、原作で出てきた？これね、表層っていうのかな？これずっと右クリックし続ければし続けるほどどんどん大きくなっていくんですよ、これ。ほら、ぐる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 って大きくなっていってるでしょ、どんどん。ほら、大きくなってって、パーイって、こんな感じで撃つことができますと。これかなり多分火力も高いんじゃないかな。ごめんな、もう一回ちょっと口先女すまねえな。で、溜めます。溜めて、ぐるぐる溜めて、今溜まってるね。いきます。はい！こんな感じ。多分、大きければ大きいほどダメージが入るのかな、これ。10。そうだね、多分。溜めれば溜めるほど、まあダメージが入りますよって感じだ。でも、まあ、ちょっとこれはあんまり、まあ、ちょっとかなり隙が大きすぎるって火力的にもね、ちょっとあれなので、そんなに使うことはないのかなっていう感じ。はい。で、次ですね。次が、これは、なんだっけ？氷星っていうの？これも、これ多分オリジナルだと思うんだよ。ちょ、まずこっちから行こう。はい。直爆ですね。直爆なんですけど、直爆は、よいしょ、こうして。はい！これがやばいのよ！これさっきさ、あんで上から落ちてくるじゃん。これさっき、言ったと思うんですけど、その敵に、要はこういう感じで、こうなってる状態で直爆、はい、このように凍らせて、そして低数ダメージ当たることができるじゃん。でこれ壊れないよね。でもしこれさっき壊れたじゃん、敵とさ、敵がその要はパリーンって割れてまた動き始めてっていう時に、もう一回これ直爆打てばまたこれ重ねかけできるし、もし割れた瞬間、あ、これ割れた、あ、割れた今。でも割れても今多分割れたと思うんですよ、氷はね。こんな感じで普通にまた重ね掛けすれば無敵になっちゃうので、これ多分ちょっと修正かかるぐらいだと思う。おそらく最強の術式、現在このマイクラの中でね、マイクラの中でおそらく最強の術式だと思います。はい。で次がここら辺ほんとやばいんだよね、ほんとに。下投げだよね、下投げ。下投げに関してはちょっとどうだったっけ、どんな技だったっけ、下投げ。あー、もうこれもあれ、クザンの技みたいな感じ、ワンピースモッドの。こういう感じで、アイスエイジみたいな感じで。こういう感じで、もう気楽な感じに打ててしまう最強技みたいな感じ。はい。下投げ。こんな感じで凍らせて。で、定数ダメージ入るじゃん。定数ダメージ入って、こんな感じでやられちゃうと。すごいよね。イタドリくんのこれ体力140をさ、一瞬で、これ、減らしちゃう。パン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 。もうなんだったら殴ってもいいしね。強いよこれ、ほんとにやばいって。で氷結はさっきやったから、でこれが確かねオリジナルだったんだと思うんだよね。いきます、はい、こんな感じで上からちょ降りてみてみようか。これこんな感じで、ほら、氷の、まあ極の番位みたいな感じだよね。極の番位みたいな感じで、このようにまあ大きな穴をというか大ダメージを与えることができると。もう一回やってみましょうか。あ、磁力足りない。すいません。どれぐらい磁力いるんだろう、これ。結構、2000かなんか磁力いるみたいな感じだったっけな。でもこれもおそらく凍らせることが多分できると思うんだけど、だ相当、強い代わりに、まあ今ちょっと見てもらったらわかるように、ちょっと磁力がね、結構必要になるので、まあそれよりやっぱり個人的には、別の直爆だったかな。直爆の方が、まあ強そうな気はする。うん。セットじゃなくて、これでいいんだっけ？マックス JP でしょ？多分これでいいと思うんだけど。はい。これで、はい。ダメでした。違いますね。まあいいや、多分3000だ。3000だ。じゃあ3000までもたまるんで、いきます。では。ほい！さあ来た。さあこれで、一回降りようか。降りて、はい。降りる。降りてから、さあどうだ？今度こそ当たるんじゃないか？当たってくれよ。当たれよ！当たれよ！さあどうだ？そうだね。火力的なほら見て。そんな実はあまり強くなくて、そう考えるとやっぱり直爆、これが多分一番強い気がする。はい。あ、磁力足りない、磁力足りない、磁力足りない。あれこんな磁力足りなかったっけ。はい。まあその分ちょっとやっぱり磁力が結構まあ使うのに大変って感じなのかな。まあ、でもそれでもやっぱり強すぎるけどね、これは本当に。うん、こんな感じでパリンっていや、これ消費磁力200だよ、小一力400か。そんぐらいでまた重ね書きしてさ、こんな感じでやり続ければもう全然ダコンとか負けないからね、これ。
うん、特級呪霊だろうがもう相手にならないぐらいの恐ろしい、術式でございました。はい。で、一応メイメイ、メイメイがちょっとあれかな、出ない、出てなかったよね今。もう一回やるか。はい、呪霊払いました。はい、さあ、あー来た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 か、あー来たね。そうだね、鳥を操るってあるんですけど、これ一応スポーンエッグにカラスがありまして、鳥かな、これ鳥の、鳥のスポーンエッグ、これがあって、これで鳥を操る、右クリックでこんな感じで、まあ仲間になればこういう感じでついてきます。で、ワールドのいろんなところに結構カラスが存在するんですよ。このカラスを、まあ、右クリックでいいと思うんで、こういう感じで仲間にね、することができますと。で、こういう感じで待機中とかなんかいろいろ変えることができて、で、このカラスなんですけど、こういう感じで、まあ、やったらついてくると。で、そのカラスが相当強くて、で、何バードだったっけ？やばい！やばい！頭の中の消しゴム、ちょっと待って、本当に。やばい、忘れた、ごめん、マジでごめん。これを打つとですね、はい、いけ、あ、あ、ちょ、ちょ、こっち、あ、ちょ、ちょ、あ、ちょ、ちょ、外れてる、外れてるー全部外れた、全部外れたんだが、ちょっと、もしもし、全然当たんなかったね今。ダゴンが細いからかな、あれおかしいね。いけ、ぶたっ、いけ、よーし、こんな感じでもう一発、あ、外れた、はい、よーし、見て、ちょっとカラスかわいそうなんだけど、ダメージ量、すごいダメージ量だったと思います、今。すごい入ったでしょ、ダメージ。だから、それぐらい、カラスは強いです。はい。でも、その代わり、サバイバルの中にいる、カラスを探さないといけないし、それをわざわざ仲間にしないといけない。で、しかも、今ちょっと見てもらったらわかるように、ちょっと当たり判定が難しい。はい。っていうのと、あとやっぱり、まあ、数に限りがあります。そして、磁力、消費磁力も、相当なもんなんで、これ、ほら、400ぐらいだね。300何ぐらいちょっと使うので、まあ、ちょっとやっぱり一撃必殺的な。まあ、でも、ダコン相手に体力半分ぐらい削ってから、他の呪霊だとかなり、もう一撃で結構倒していけるんじゃないかな。まあ、でも、それよりあれだよな。ちょっと、強すぎるね、裏梅のヒコリ呪法がかなり強いので、まあ結構裏梅はちょっと最強の術式使ってサバイバルやってみたいな。だいぶね、クジラ様の慣れてきたんで、こういう感じでね、切り替えとかも慣れてきたんで、ちょっとやってみたいなと思います。はい、なんかよかったらやってほしい術式あったらちょっと言ってください。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあお疲れ様です。バイバイ。